はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム風化雪月、前回の続きからやっていきたいと思います。飛竜の雪ですね。で、グロンダース十字四川の日で、食堂で特別なメニューが振る舞われます。仲間たちと一緒に食事をしますか、ということでハイにしておきましょう。アネットちゃんとアッシュ、アッシュ呼んだ覚えないんだけど、もしかして知ってたんですか先生。あー、これ美味しそうですね。早く食べましょうよ先生。やる気アップ。やる気がないから来たのかな。やる気のない人たちを呼んでやる気をアップさせる。めっちゃチキンだったな。さて、今日は課題出撃の日ですね。その前に資格試験受けさせたいんだけど、アッシュを、あとアッシュだけなんだよね。ただ中級試験パスがないんで、もうこっちの在庫も切れちゃってるんでちょっと無理ですね。あ、フレン、わかんねえや。フレンも中級じゃないっぽいな。あとはフレンとアッシュ、この2人がまだ初級なんで。で、騎士団ギルドってなんか新しいの雇用できるようにならなかったっけ、イベントこなして。どれだ、王国騎士団とか。報酬に見合った仕事はするつもりだ。はい。あ、これってあれか、一回雇ったらなんか同じやつ何個でも雇えると思ってたら、一回雇ったらもうなくなっちゃうんだね。え、ってことはさ、一応全部雇っとく。よろしくお願い。ちょ、配備しないけど、金大丈夫かな。割れ、いや超適当だけどね。で、自分のあれを変えたい。まあいいや、戦力補充一回全部やっとこう。鍛冶屋、なんか修理するもんある。20切ってたらちょっと修理しよう。まあ天帝の剣はね、そもそも別として、アーマーキラーもまあそんなに頻繁に使わないからいいでしょう。アッシュキラーアックス持ってんな。鉄槍あげとくか。他は大丈夫そうかね。大丈夫そうだね。じゃあちょっと身支度をして、持ち物、癒しの杖ちょっと一回預けよう。ディミトリードゥドゥ、祈りの指輪こいつゲットしたんだよな。そういえば毎ターンヒットポイント回復、いいな。どうする、フェリックスかなり前線に行くからな。持ってていいと思う。そうするとかなりめちゃくちゃアイテム圧迫されてんな。傷薬か、んいいや、ちょっとこのまま行こう。でキラーアクスはさすがに必殺が高いもの。ああ、なるほどね、ワンチャンって感じか。ドゥドゥに装備させとく。斧使ってんのドゥドゥくらいなんだよね。アネットとか一応装備してるけど全く使わない。基本魔法だからね。フレンちゃんとか、フレンちゃんとかもう分かんねえや、どうすればいいのか。まあ、こんなもんでいっか。じゃあ、で騎士団変更。ミカミックスは高いつ、あ、ガラテア天魔隊、あ、なんだ、そのままもう雇用されてんじゃん。ただ B だから使えないけどね。じゃあ C の王国騎士団にしとこう。他フェリックスはね、ちょっとなしでいきましょう。フレンちゃんもまあ一応つけてはいるのか。マリアンヌちゃんとかつけられる、あ、つけらんねえや。ディミトリーもセイロス騎士団、結構強そうなやつ。ここだと A とか B とか C って見れないね。なるべく高いのつけたいな。メルセデスちゃん、セイロス正常体になってるけど、なんかレベルの高いのある。セイロス教団兵いいだからね。修道兵もいいでしょう。魔法兵団が D、 いや回復系だからちょっと。アネットちゃんも王国魔法隊から施設商団とか山賊隊、これいいじゃねえかよ。これ自体多分変わんないよね、もう。セイロス魔法兵団にしようかな。じゃあそれか、全体的にレベル上げてった方がいいのかな。
マックスになってる人たちはちょっと、じゃ別のにしてみるか。山賊たち。ドゥドゥ山賊。アッシュ、王国歩兵隊。商人にしよう。あ、王国の若者たち。で、シルバンもマックスになってるから、まあ、意味あるかって言われたらちょっとわかんない。イングリッドちゃんは天魔兵団。よし、これでいこう。課題出撃。グロンダーズ、呪術戦。呪術戦と名付けられた栄誉ある学級対抗戦が間もなく始まろうとしていた帝国領のグロンダーズ平原で三つどもえの熱い戦いが繰り広げられるのだ。いきます。グロンダーズ呪術戦。ここが戦場、グロンダーズ平原か。どうだ先生、自信のほどは。いや、余裕に決まってんでしょ。そうか、先生がそう言ってくれるならこれ以上心強いことはないな。大丈夫、きっと勝てるさ。俺たちも無意にこの半年を過ごしてきたわけじゃない。やっと半年か。それに俺も今節は調子がいいからな。何千人だろうと俺だけで蹴散らせそうだ。何千人も。心強いな。頼りにしていてくれ。さて、そろそろ開戦の刻限か。みんな気を引き締めていこう。歯応えのあるものと剣を交えられるのならば俺は何でもいい。いろいろ準備したし、たくさん訓練もしたし、きっとなんとかなるわよね。明智はいつもお気楽なんだから、勝てるように今日は精一杯頑張らなきゃ。今までの訓練の成果を見せるいい機会ですよね。頑張りましょう。呪術戦で活躍すれば女の子たちの視線と人気を集めること間違いなしだな。そればっかり。ま、あなたがきちんと活躍してくれるなら私も文句はないけど。私も力を尽くして戦いますわ。どのような戦いであろうと俺の役目は変わらん。先生、お前の指揮頼りにしているからな。青獅子の戦、皆に見せつけてやろう。さて、マップ配置はちょっと見ておきましょう。あ、下にみんな向いてるね。ちょっとこっちにしとこう。じゃあ帝国兵、あれ何これ、なんで帝国兵なの。ベルナデッタはいるけどさ、なんてこんな一般兵連れてんの、なんかずるくね。先生がいないからか、先生がいない代わりに一般兵連れてきていいよみたいな。先生の代わりに。ま、いっか。まあ三つどもえって言っても、あ、黄色と赤で分かれてんのか。もうとにかく上に行ってガンガン蹴散らしてこう。前線に出すのはちょっと、あ、俺動かせない。まあ、天魔は後ろから行けるしね。この二人帰って帰らんねえの。じゃあいいや、戦闘開始。ユニット選択はだって全員出てるし、マリアーヌちゃんさすがにいねえわ。さすがにマリアーヌちゃん出れねえわ。敵の全滅、味方の全滅。いよいよ呪術戦が始まる。みんな鍛錬の成果を存分に発揮してくれ。優勝学級には大いなる名誉だけじゃなく、賞品も出るとか出ないとかって話だぜ。さて、そろそろ布陣開始の刻限よ。みんな心の準備はいいわね。あ、宝箱がある、左上。恨むなよ、手加減ができるほど器用ではないんだ。やり方は自由だ、勝ちゃいいんだろ。勝つのは私たちよ、何が起ころうともね。始めよう。進軍せよ。進め。
他の学級より多く敵を撃破すると報奨を獲得できます。他の学級同士が交戦する前に急いで敵を撃破しましょう。今日は両方ぶっ倒せってことでしょ。こっちにもいるじゃん、よく見れば。イグナンツ、横一列にしてどんどん進んでった方がいいな。どうさ、いけますよ。シルバンでしょ。いやもうガンガン行こう。ここはでフレンが援護に入って、ここはまあ自分が行けば火力は十分で、メルセデスちゃん援護につけるでしょ。で右は切り込むか。ディミトリーで切り込んでこう。ディミトリー、ドゥドゥ部隊で、アッシュを後ろからの援護役、はい、で、フェニックスちょっと左に寄せるか、こっち。あー、アネット、どうすかな、アネットもちょっとこっちだな。いや、アネットこっちだな。で、イングリッドちゃんはちょっと遊撃部隊ってすげえくんだけど、遊撃部隊として縦横無尽に左右に散れるようにしとこう。ちょっと左が手薄かな。ベルナデッタ、え、なんだ、え、何、ずるくね。だこれでいいだろう。アドラーとルーベが戦い始めたみたいだな。その隙にこっそり侵入しておくか。ひなた言うか。ガンフレンちゃん弱え。なんか状態異常みたいなのになったな。じゃない、弟生きやがれ。フレンちゃんちょっと気をつけないとマジで弱い。フェリックスを前線に出そう。いける、鉄拳で倒せるね。あ、でも 89% か。さすがに、てか一発だし。俺の勝ちだな。よし、シルバーも前に出す。手やりは無理だよね。よし、待機。で、一生懸命やるだけですわ。レスキューって何？これ自分回復できるの？できないよね。自分が回復できないっていうのがちょっとな。傷薬使うか。でもうミカミックスはガンガン攻めよう。天帝の剣も使っていく。倒せるやつは倒す。そりゃ手に入れたら槍掃除してねえや、イングリッドちゃん。でメルセデスちゃんとアネットちゃんで、ディミトリー、天魔がいるな。一応こいつここにいよう。さて、なんかここら辺ちょっと左の部隊が危ういからな。これ何？あいつが当たってる。なんであのずるいとこに陣取ってんの。よし、これで決める。加減すべきだ。かっこいいね、天帝の剣。まだなんか本領発揮してないとはいえ結構食らう。ほう、僕がジンドルにふさわしい砦があるな。これはもう攻め取るしかあるまい。ローレンツのやつ勝手に動きやがって。仕方ない、中央の丘を確保して援護するぞ。連携がうまく取れてないね、こいつらは。倒された。無論このままガンガン攻める。あれこいつさ、 2歩先のやつには攻撃できねえわ。まあ鉄やりで十分だね。まこんなもんだろ。結構シルバー活躍している。あとはフレンちゃんがちょっと敵のサイドができるのか。
いやちょっとそのままにして、さ参りましょう。敵の範囲に入らないようにしておこう。いやもうミカミックスガンガン攻めるよ。天帝はさすがにもったいない。鉄拳で倒せるんだったら倒す。この経験は糧になる。宝の鍵、もうこいつはもう宝目指す。ちょっとメルセデスちゃんと、あなんかすっげえ狙われてんな、アネットちゃん。弓兵はそんなに早くは来れないから、じゃあちょっとここ分散させよう。まずアッシュ、鉄弓でこいつを確実に倒す。僕だって戦える。右の部隊かちょっと進軍が遅いね。ただ回り込んで敵の背後を取れる。背後って横か。17やべ、さすがフェルディナンドやるな。21とかやられる。危ねえ、奇跡的にかわした。しかしこっちも遠距離はいける。もうミカミックスは駒をガンガン攻めていこう。しかもすげえな、確実に効けるぞこいつ。さて次に行くか。馬に乗り出したら急に強くなりだした。これ何、なんか射程3から12、へえ指放題か。俺には関係ないな、狙われてんだけど。シルバンもこのまま上に攻めよう。いや機動力マジであるな。でフレンちゃんちょっと今のところかなり足手まといたな。でここの舞台をマジでなんとかしないといけない。ちょっと厳しいかも。倒すファイヤーいけるね。負けるわけにはいかないから。で、あと2人動けるから、真ん中の部隊は倒すか回復するか。一回メルセデスちゃんじゃなくてイングリッドちゃんで攻撃をして倒せるんだったら行こう。終わりよ。しかもイングリッドちゃんに食らうことなく倒したの。未熟ですね。じゃあ回復しよう。しかも天魔だから動けるわ。いやすげえな、最高度結構いいね。でライブをかけましょう。助けるよ。メルセデス、まあ、減ってるは減ってるんだよね。さてじゃあディミトリーはこのまま横から攻め込む。てか指輪ミカミックスに装備させればよかったかな。指輪誰が装備する、結局預けたままじゃん回復の指輪。法則を交わせますか。おお、つえ、レオニーがやられた。ガスパルとかラファエルとか、ちょっともう名前わかんねえや。あいつなんで俺とか火の子に。いや、火力はあるね、みんな。俺突っ込んで大丈夫か、これ。おお、拳だ。うわ、やるな、ヒルタ。ここの回復床に行きたい、俺は。一応回復床に行こう。これさ、戦技じゃなくて、あれ騎士団みたいなの使いたいんだけど、なかったか。いやいや、天帝の剣、すげえ天帝の剣使ってるけどね。倒す。おい、もういっちょ。賞賛はあった。一歩前進。オッケーオッケー。でヒルダはフェリックスで倒そう。鉄拳でいける？いけるね。
かわした。出るまでもなかったか。で、フレンで回復できない。ライブ届かない。ライブじゃなくてレストか。いや、わかんねえ。ここ来てもな、ちょっとしょうがないからな。ディミトリーどうする、一回回復しとく。ちょうど10減ってるからね。ディミトリーの方はちょっと魔法で回復できるやつがいないかな。弓が当たらないところ、よし、ここにいよう。うん、いけます。で、アネットちゃんとメルセデスちゃんはもうちょっと回復をしながら、リブロじゃなきゃダメ。ちょっと待って待って待って、あ、もう完全に回復してるってことか。自分っていうかアネットちゃん。あれ、あと誰が動いてない。あ、シルバンか。一応森を陣取っとく。来た、ヘトラか。しかもかくらんかわした。 30% だからね、そうそう当たらないよ。共鳴兵がやられた。うお、リシティアちゃん頑張るね。ラファエルもやる。来たか。33% か、余裕だね。ドロテア、やられた。回復しだした。ただし俺も遠距離ができるのだよ。加減すべきだ。徹底の剣ちょっとめっちゃ使ってるけどさ、大丈夫。よし、こいつを倒そう。じゃあ、うわ、8しかない。もう鉄拳で倒せる。倒せるね。よし、取れた。これでいいだろう。で、フェリックス攻撃入るね。行こう、これは行く。鉄拳25か、変わらないよね。2発食らうのはしょうがない。うわ、近距離も反撃してくるのか。結構上がった。少しは強くなったか。悪いな、俺はここまでだ。仕上げは学級のみんなに託したぞ。シルバー、ここ取れる？取れねえな。じゃあやっぱちょっと森にいたいよな。フレンちゃん回復、レスキュー。レスキューって何？引き寄せるか。レスは状態異常回復。オッケー、あれがないんだ。遠距離回復で、ヘトラか。アーマーキラー持ってんの？ちょっとアーマーキラー危険すぎるでしょう。それは危険すぎるから、アッシュ、ちょっと待って、機動力がなさすぎるんだけど。裏取って、まあ裏とかないけどね。やっぱり槍だな。サンダーソードだってもう弱いもん。戦技使って倒せないかな。3かってことは鉄槍の戦技でどうかな。鉄じゃない、鋼。よし、当たれば倒せる。終わったか。ドゥドゥ、弓兵はもう見当たらないよね。ここに見当たるけど、右の方に行けば弓兵の射程には入らないはず。 OK、 ちょっとメルセデスちゃんとアネットちゃんはだいぶ出遅れてんな。ここもどんどん攻めてくるからね。ここはやっぱり機動力の差がものを言うから。だ、魔法系ちょっと厳しいわ。この程度
火力がないよね、弓は。厄介なとこにいた。この程度。みんな女。さて、これ宝箱欲しい。宝箱欲しいけど、え、やっぱ敵を倒していこう。手使いも。この経験は糧になる。で、イングリッドちゃんでこいつを倒す鉄やり。無事に勝てましたか。で、あとはミカミックスがまたあの宝箱を開けに行こう。リブローか、遠距離回復。2人だけか、じゃあ自分を回復しとこう。助かる。これあれだね、もうフレンちゃんどうやって運用していくかだよな。すげえ入ってんだけど、射程に。悪い悪い。レベル11とかめっちゃ低いし、ちょっと数を減らしていくか。鉄拳100、よし、 OK。 弱すぎるな。で、シルバーもここを行けばもう行動封じられるでしょう。鉄槍倒せる。やっぱ2回攻撃できると全然違うよな。まあまあまあ、3つ。そっか、サイド、サイドをよく忘れるんだけど。で、アネットちゃんちょっと攻めて、どうする。ディミトリー一応、いや入らないところにしよう。ここだな。で、ドゥドゥ、アシュとかほとんど役に立ってねえな。いやもうだって回復でしかフレンちゃんはもう活躍できないよ、ここまでレベル差があると。鉄槍倒せるね。運がなかったな。馬 B すごくね、もう B になったんだ。で、エリクスちょっとこっちの方行ってフレンちゃんのライブで回復させよう。ちょっとずつ経験値を稼いで、もうそれしかない。大して経験値くんないしね。で、ミカミックスはちょっと宝箱をゲットしに行きます。弓兵、こいつ弓兵じゃない、魔法兵か。射程に入らないところにいて、最後はもう一斉突撃しよう。ここは入るか。ちょっとミカミックスがね、宝箱取るまでちょっと待っていただきたい。キラランス、いやマジ機動力高えわ。馬こいつ引きずり出すか。じゃあ、魔法防御の高い人、アネットちゃんとかなんだけど、アネットちゃん、メルセデスちゃん、イングリッドちゃんは、あ、魔法防御そこそこ高えじゃん。じゃあこいつここにいよう。どっち狙う。こっち狙ってくる。こうだな。オッケーオッケーオッケー。え、ちょ待って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 、こっち狙い出したんだけど、ひどい。ここにいよう。来るか。来たな。エーテルガルト強い。遅いな。さて、では先に、まあなんとなくだけどリンハルトから倒しますか。ディミトリー、鉄でどう。鉄で余裕だね。あ、ただ70しかない。いって
負けられないからな。ミカミックスいける？いけはしないから、あ、アネットちゃん一旦攻撃をしておくか。ファイヤー倒せるね。うお、こっちも減るけど、まあしょうがない。トマホークじゃん。うった、超強い。ただ結構経験値くれたな。悔しいけれど、アドラークラッセはここまでのようね。そこまで。グロンダーズ呪術戦、今年の勝者はルーベン・クラッセとする。よし、俺たちの勝利だ。この戦果ならば賞品も得られそうだな。他の学級より多く敵を撃破できました。MVP! イエーイ。仲間全員のやる気アップ。なかなかやるじゃないか王子様。つくづく敵に回したくないもんだ。あなたたちのことだから、どうせ真正面から来るものだろうと思っていたけれど、評価を改めなければならないわね。さすがだったわ、ディミトリ。それはこちらのセリフだ。どちらの学級も素晴らしい戦いぶりだった。そうだろう先生。余裕だったとか。これ一応評価上がりそう。ほらね、勝者の余裕ね。もし次があればそんな顔はさせないわ。ともかく俺はこの戦いの経験が生かされる日が来ないよう願うばかりだよ。私は構わないわ、いつでも受けて立つなんて冗談よ。笑えない冗談はよせ。わしと獅子の戦いはもう過去の話だ。ともすればこの模擬戦の名もいずれは全く別のものに変わるかもしれないな。仲良くやろう。憎いことを言うじゃないか。それじゃあ俺からも提案だ。ガルグマクに戻ったら学級の垣根を取っ払って盛大に宴を楽しまないか。あ、まあ食堂でだが。あなたは本当にそういうことが好きね。まあいいわ、付き合ってあげる。ああ、俺も依存はない。先生もそれでいいか。楽しみだ。なんだ、随分と楽しそうな顔だな。俺は先生のそういう顔が好きだよ。先生のそんな表情が見られたのも今日の収穫の一つだな。なんだこいつは。俺はそんな趣味ないぞ。今日は本当に楽しかったな先生。相変わらず見事な食べっぷりだった。改めて礼を言わせてくれ。呪術戦で勝利を収められたのは先生のおかげだ。みんなのおかげだ。ああ、そうだな。だが俺たちが強くなれたのは先生の指導あってこそだ。今だから言う。先生が学級に来た頃、俺は先生が少しばかり怖かった。笑ったり怒ったりしないし、かといって感情を抑えているようにも見えなかった。最初は俺たち生徒に関心がないだけかと思ったんだが、それも違うようだったし、何を考えているのかわからなくて、あまり人間らしさを感じなかったというか。傷つくとか。今は？今は違う。一緒に過ごした半年の間、先生の人間らしい顔をたくさん見てきた。この学級で先生と一緒に過ごせて本当に良かったと思ってる。なーに二人して仲良く喋ってるんです。俺たちも混ぜてくださいよ。シルバン、そこまでだ。あらあら、私も混ざりたいわ。先生とはまだお話ししたりないもの。私も先生には話したいこともあるし、いろいろお礼も言いたいし。あの先生、僕も先生がいたからこそここまで頑張ってこられました。アッシュの言う通り、先生はもう私たちにとって欠かせない存在です。うんうん、先生がいないルーベンクラッセはもうルーベンクラッセじゃないって感じだよね。
お前と共に戦うのもなかなか悪くないと思っている。私もこのような体験ができて改めてお礼を申し上げますわ先生。そういうわけでみんな先生のことを信頼してるんだ。これからもよろしく頼む。こちらこそ。ああ、卒業まであと半年、一緒に頑張っていこう先生。あ、1年で卒業なんだ。さて今日はもう遅い、早く部屋に戻ってそれぞれ休むとしよう。呪術師戦での八面六臂の活躍、見事というほかはありません。胎児の節での学級対抗戦と比較しても生徒たちはよく成長している。これも君の指導の賜物だろう。あなたの健闘を祝し、また生徒たちの未来に期待してこれを授けます。今後も生徒たちをよく教導し、彼らの模範たる教師であってください。わしの力を使うておるのじゃ。この程度余裕で勝ってもらわねば困る。この祝福すべき瞬間にこのような課題を君に伝えるのは心憂いのだが、翌節君たちの学級には課題としてルミール村の異変の調査に向かってもらう。ルミール村、確かお主が父と共に何度も世話になっておった村じゃな。異変とは？まだ詳細な状況は判明していないが、村人の様子がおかしいらしい。情報の真偽を確認するためすでに騎士団を派遣してある。間もなく戻る頃だろう。まずは彼らから話を聞いてみるといい。何かよからぬことの前触れでなければよいのですが、皆に主のご加護のあらんことを。聖なる槍、これは毎ターンヒットポイント 10% が引く魔物特攻槍ばっかだな。はい、というところで、飛龍の説終了しましたので、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。